フェイエール県の位置、セーケシュフェヘールバールフェイエール県地図、フェイエール県は、ハンガリーの県。ドナウ川西岸に位置し、中央最大の湖バラトン湖は、県の西にある。デスプレーム県、コマーロムエステルゴーム県、ペシュト、バーチキシュクン県、トルナ県、ショモジ県と接している。県とはセーケシュフェヘールバール。フェイエール県の形態は多様性に富む。南部は大平野に接し、 その他の地域は、丘陵地帯である。県中央にあるベレンツェ湖は、人気の観光地である。県面積は4359平方キロメートル、県人口は426541人で、ある。一帯には、およそ2万年前からすでに人が定住していた。古代ローマの属州パンロニアが置かれた時代には、数カ所の定住地があった。首都はゴルシウムだが、 その他に目を引く年があった。現在のバラチとドゥナウイバーロシュのある場所である。中世初期、フン族とアバール人が一体に暮らしていた。586年以後、遊牧民族がこの地にやってきて、旧世紀終わりにマジャル人が征服するまで暮らしていた。マジャル人がここへ到着したのは895年から900年の間である。族長と彼の一族は、 フェイエール一帯に定住した。フェヘルバールの町が、族長ゲーザの居住地として、顕著な存在となっていった。ゲーザの恋シュトバーン一世の地下で、町は新設された県の県都と,となった。ハンガリーの歴代国王たちは16世紀まで、フェヘルバールで退官し、亡くなれば埋葬されてきた。フェイエール県は1543年から1688年まで、オスマン帝国に支配された。 数カ所の村が破壊され、人口が劇的に減少した。トルコ支配から脱すると、地元行政が1692年に再編された。聖ケシュフェヘールバールが街の特権を取り戻したのは1703年だった。ありがとうございます。